旬をお届け、とれたてあやべ。平成30年7月7日未明、大雨特別警報が発表。あやべ市内に甚大な被害をもたらしました。4時間におよそ1ヶ月分の雨量を計測。土砂崩れにより3人の命が奪われました。一夜明け、市内各地の被災状況が明らかになってきました。主要道路が土砂崩れで寸断。一時、綾部市は孤立化しました。床上浸水した工場は壊滅的な被害を受けました。農業施設も多大な被害を受けました。寺社などの文化施設も被災しました。尊い人命が奪われた現場には、初めて自衛隊の派遣を要請しました。私も現場に来て、こういう状況を目の当たりにしまして、言葉を失っているんですけれども、7センチほどまで水に浸かっとるのが分からずに目が開いちゃうかった。被災状況を迅速に把握するため、国土交通省からテックフォースも派遍されました。大切なことは早く応急復旧していくと思っておりますので、綾部市研修センターに災害ボランティアセンターの拠点を開設しました。昨日仕込んだところを確認しながら送り出す作業で、あとの細々とした作業は後ほどボランティアさん出て行ってもらってからということにしましょう。昨日受付した人について今日の受付はどうしますか？どの袋必要ですね。わかりました。はい、了解です。ちょっとでも力になればと思ってやってきました。越水により床上浸水54件、床下浸水240件の住宅被害が発生しました。泥などを取って、また安全に暮らせるようなにしました。生徒にこんだけ助けてもらって本当にありがたいです。被災後、市外からのボランティアを受け入れることになりました。綾部市災害ボランティアセンターが本格的に開設されたのは今回が初めてです。できましたらこの連休中に大体の目処をつけて次の対応を考えて。ボランティア活動を支えるため、市内の立地企業などから多くの支援物資が届けられました。3班に分かれて、そういう飲み物を追加で届ける、そしてボランティアさんの健康をちょっと注意する。ボランティア用って書いてあるのが、ボランティアさん渡す方。泥出しや室内外の清掃、片付けなど41件の支援ニーズに延べ1685人のボランティアが活動を行いました。キム14、あと1人、体調の管理の方は十分していただいてお願いできたらと思います。並んでいただいて最初に木道だけお願いしたいと思ってます。こうして参加してくれたこと、私本当に感動してます。嬉しいです。どうか暑い盛りですから、熱中症等々気をつけて、そして少しでも多くの人に笑顔が戻るように。手作業では限界がある作業でも、専門家集団の技術力は復旧への大きな力となりました。遠くは関東、東北から駆けつけてくれたボランティアもいました。綾部市で事業をさせていただいている中で、被害を受けられた方に少しでもお役に立ちたいなというふうに思ってます。飲料飲料の方も一緒に塩分と一緒に取っていただいて、県外からもね、京都からも市内からも見えたりしてるんでね、本当に大助かりですね。甚大な被害を受けた農業施設には、府立農業大学校の学生も
ボランティアに入りました。やはりあの農業やっていく上でこういう自然災害というものはつきものだというふうに、まあ、あの学校を通してもあのこういうふうに体験させていただいているわけなんです。ボランティアお世話になった方に帰りにちょっと温泉入っていただこうということで。連日の記録的な暑さが続く中、ボランティアの皆さんには勇気と元気をいただきました。同じとこ通って帰られますか、はい、こちらのボランティア受け入れ体制が本当にしっかりされてて、すごくありがたいです、うん、綾部だけではもちろんできないことをこうやって都会の人が助けていただいて、国外からも助けていただいて、もうこちらももうどんな感謝してもしきれないっていうか、本当にありがとうございました。ご支援とご協力本当にありがとうございました。